位置によるんですけど、まあちょっと欲張って中盤 EX セット行こうとしたらあんななっちゃったんで、うん、あー4筆しかないの。そう、なんでさあ、ブボンネクロが大幅に体力リード取ってますね。さあ、ここからどれだけ追い上げられるか。あー、これはきつい。端あー、残ってます。動けなかったせさあれだ、ブランカが目の前でエレクトリックサンダーやってるような感じ感じだね、今のは。X チュンリーの百裂みたいな動くと死ぬんだけどみたいな。さあ、スタン寸前。あ、これめくり。さあ、今どっちだったんでしょうね。さあ、セットプレーから綺麗に1本取りました。ウバさんが先制してます。さあ、いくら動きが速いショーンといえども近づくまでやっぱちょっと大変ですね。ねえ、というよりは他のキャラより大変でしょうね。上からがやっぱ軌道も含めてしんどいということもあるので。裏なんじゃないですかね、さっきのは。なんか分かんないよね、どっちか。パッと見分かんない。なんかツイッターで見たような気がするんだよな。さあ、今回はパチカスさんがだいぶ取りかごできてたんですが、これで中央戻って、お前捨て、前捨て見てますね。ただショーのダッシュが早すぎてガード間に合いましたね。さあ、適度に置き技をばらまいて、お、中足バースト。当たる。バースト。置き攻め。やるー。出たー。何それ。これはですね、端っこで通常攻撃を家でキャンセルすると、これは生粋のショーン使いですわ。スルーするんですよね、あれね。スルーも織り込み済みの謎の連携。さあ、 EX まで押してたかもしれないんですが、まあね、先ほどノーマルの勝利が当たって、スターン。さあ、なんだかんだ言ってるとこんな感じになっちゃいますが。さあ、ブバさんリーチ。さあ、ゲージマックスのネクロ、これは怖い。怖いですね。さあ、一歩無駄にさせたのでだいぶやりやすくなったはず。あ、くる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 。さあ、言うて橋がきついのは。さあ、コアバースト鋭い。また橋に戻されてしまった。橋攻め。やっぱダッシュが早いのでこういう置きが多くなりますよね。そこをどうするかなんですが、そう、ショーンだとね、飛びのプレッシャーがあんまないからね。うん、あ、中足バースト。もうダッシュグランドっすね、あれ。オアーですよ、ほとんど。ただしガードされると死んでしまうという高速下段。あ、11。決してね、そう、タックルみたいな次のタクがあるわけじゃないんですが、ダッシュ中足早すぎてやっぱ当たりますね。開幕ぐらいの距離でもちょっと目離すと下段刺されるっていう感じでしょうね。ダッシュグランド、うん、わーっつってフレーム激悪ですけど、ね、激悪ね。あ、痛い。これ投げ。さあ、ウバさん、ここで鳥かご式。あ、ひ、お、ドギ、ギリギリ、まあ、繋がっていない。さあ、ひっくり返して。さあ、逃がさない。
引き中パン暴れを誘ったんですが、ちょっと前にもやってましたね。一瞬前ジャッと入れて引き中パン暴れを狩ろうとしたんですけども、そのままキャンセルされるとちょっときついのかな。おお、すげえ走ってくる。バースト。さあでもこの中足波動バーストのヒット率見事ですよね。これもきついのか。フォローがあった。さああと決めきれるか。なあ前捨てね。さあ追いついた。前転で、ね、投げられるとバックドロップになっちゃいますね。おのずとなりますよね。うわー、ここはしっかり暴れて、なんか怪しいですね、今の。分かんないね。分かんないですね。何が起きてるんだ、あれは。やってる本人も分かってんのかな。まあ、本人が分からないぐらいの方がちょうどいいわけですけど。そうなんだよね。結局表に落ちるっぽいんで。ここはシチューパンはまあ簡単ですよね。さあどうなるか分からない。まだ分かんないですよ、これ。追っかけていった。まだ残ってる。あ、もう一発。当たる。あー、ブーバーさん勝利ですね。あ、ありがとうございます。